はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のパート169を始めたいと思います。今回はですね、このようなリクエストがありました。プリズニャンのね、4枠お願いしますと。なんでプリズニャンといったら、このね、ゲームの一番最初スライムとか普通だったら入るんですけど、プリズニャンがね、一番最初仲間入るんでね、まあそのプリズニャン、それの4枠これをね、使ってくださいということで、もともと素早さが高いんですけど、素早さでね、また作ったらね、ありきたりなんで、今回完全にネタパなので、もうね、プリズニャンの聖剣好きというね、題して、それでどこまでいけるかやりたいと思います。そして、サブで、前回使ったね、スライム4体使ってみたいと思います。なのでね、ネタパなので、なんでそれ攻撃なんですかとかね、それ弱いですよっていうのはもう当たり前のことでやってるので、まあ、そこら辺ご了承していただけたら嬉しいと思います。では対戦してみたいと思います。はい、デカ猫とデカライオン。しかもライオンがね、剣を持っててね、まあ、虎に翼みたいな感じですよね。こっちは猫なんですけどね、いきなりバイキルトとかね、あっちもいきなりテンション使ってきますね。はい、こっちもいきなりテンション。もう、ふーって言ってますね。命令で、聖剣好き。これでいきたいと思います。はい、ロケットスタート。暴走兵器。凍てつく波動使われたら終わりです。これね、暴走兵器だけね、10分の2 HP が減るらしいのでね。裸一貫でもよかったんですけどね、なかなかそんなうまくはいかなかったです。はい、804。やっぱりいかないんだよな。お、相手の聖剣好き。猫とライオンはやっぱりライオンの方が強いじゃないですかね。あ、でもそんなでもないな。あ、連続か。6。ビーストバーン。相手確か HP が高かったな。どっちみちね、負けるとしたらね。もう猫にはね、猫はね、ちょっとライオンにはかなわないかなとね。あ、これね、コメントいただいたんですけど、なんで、スライムだけ?スライムベースだけ大きいんですかっていうね、コメントいただいたんですけど、ビフォーイのポルカでしょ?これ他の3体はスモールボディですね。で、スライムベースだけ、破壊神指導がついて、HP バブルでね、HP がね、まあ高くなっているので、まあ大きい方がね、ヒットポイントが高いのでね。で、小さいと、ヒットポイントが減るんだけど、敵の攻撃を避けやすいと。なのでね、どっちみちね、食らったら意味ないんでね。まあ、どっちも良かったんですけど、どちらはね、HP 高い方がいいかなと思ってね、勝手に変えただけです。はい。なので、申し訳ないですけど、猫パートなんですけどね、猫だけで勝てる相手が出てくるまで、やろうかなと思います。まあ、これは多分勝てると思いますよ。まあ、前回もね、スライムをね、また使うって言ってたんでね。はい。脅威のポルカ。これで、まあ、全体上がって、で、リザオラル。これ多分通用すると思いますね。レオソードに。そして、ラウンド0なんでね。ワンダーバーンで上がったところで意味ないですね。はい、これで相手が何もできなく終わります。聖剣好きかなんかやってくるんでしょうかね。なので、ここでね、星振りのサンバ。もう全員星振り。ここも星振り。もう回復したところでどうしようもないんですよね。で、ここだけ遊び人の前まで行きます。と、変えました。ならまた同じことやるのでね。一瞬カットします。まあ、ちょっとコマンドを変えたんですけどね。ここに猫の聖剣好きしたかったんですけどね。まあそういうわけにいかないですね。ちっちゃいライオンもいますからね。お、亡者の執念。どうしようもないんですね、これ発動されたら。案外硬いっていうね。はい、スライムベースはね、回復要因なんでね、攻撃低いです。
なので本来だったらここにメタルブラザーズとかね入れ替えたんですけど、今回ねプリズニアなんでね、ちょっとね制限されてるので前回よりは弱いですね。なので完全にネタパなんでね、ネタパなりに全力でいきたいと思います。全力でいかないとおそらく勝てないんでね。まあなかなかね、リクエスト内で行くのはね、難しかったりしますね。モロバ切り。これ跳ね返るんじゃないですかね。多いですね。518跳ね返ってくれれば全然。もうそっちにかけましたね。頬にかけられると面倒なんでね。モロバ切り。落ちてしまってもいいと思います。はい、そして、多分頬も落ちるんでしょうけど、リザウラルやるのかな？イオグランデ。このね、エルギオスの呪文連打は怖いんですよ、本当に。はい、まあ3回でも耐えられるかな。はい、切れました。なのでここから反撃開始です。リザウラルが怖いんでね。はい、ということであっちも帰らないので、聖天の霧の命令の押し振りのサンバ。ここはエルギオスよりこっちの方がいいですね。で、ここが、まあ、生き返るかわかんないですけど、ザオラル。これでいきたいと思います。はい。そしたらね、ロケットスタート。3ターンだけね、確か、もう全能力上がってるの、与えるダメージが高くなるのか。確かそんな感じだったと思うんですけどね。4ターン以降は下がってしまうので、さっさとね、決着つけたいんですけどね。はい。いいですね。このための星振りのサンバ、ロケットスタート。そしてもう一発いくと思います。3回確定だったと思うんでね。でリザウラルがかかってるので、はい、ここでリザを発動して、なんであと2発で勝手に落ちます。はい。でね、ザウラル使うまでもなかったんでね、あとレオソード沈めればいいと思いますので、確かね、多分 あのプリズニアンだったらね大変なんですけど、この場合そんな多分強くないと思うんですよね。命令でザウラル、これでいきたいと思います。はい、はい、普通に倒しました。もうちょっとなんですけどね、やっぱそこそこ硬いんかどうかわかりませんけどね。まあこんな感じで一応勝てることは勝てますね。はい、次なる相手は4枠プラチナキング。これね、聖剣好きが確かあの防御力無視のまあ物理っていうねコメントいただいたんで、まあプリズニアンでね、いくらか攻撃力上げればこういう相手にも取るんじゃないかなとか自分なりに推測したんですけど、どうなんでしょうかね。貯める時間もないんですよね、ぶっちゃけね。はい、そして暴走兵器。これだいぶ攻撃力がね、上がると思うんですよ。2000ぐらいいってると思うんですよね。はい、でも防御力関係ないんだったら、これ関係ないね。でもアイアンゲーザーで落とされますからね。266？ これは？おー、いいね。ってことはもう一回やれば倒せる。おー、猫にも。猫でもね、対応できますね。ただ相手のボディがね、メタルボディじゃないってことが分かったんで、ベホマズ、どんぐらい回復する？これもう一回やったらいけるんじゃないか？アイアンゲーザー。ね、こっちもさらに攻撃力上がるはずなので、でベホマズのアイアンゲーザーときて3回行動来るかな？お、ギラグレイド、3回。3回ってことはそんな大して強くない。ステータスは低いはず。なので、猫でもしかしたらプラチナキング倒せるかも。ね、あの目標は猫で1匹倒して、あとね、残りのサブでね、もう沈めようっていう話なので、まあ、猫っていうかプリズニアンね、もうこのプリズニアン縛りでね、どうしようかなと思ってね、素早さだと絶対追いつかないなと思ったんでね、その時に浮かんだのが、やっぱこの聖剣好きのね、コメントいただいたんで、あ、これちょっと使おうと思ってね。はい、暴走兵器さらに上がります。これ、裸一貫だとね、一気に上がるみたいなんですけどね。はい、暴走要塞。守備力無視なんだったら通るはずなんですけどね。こっちの攻撃力だけなはずなので。AI2 回行動なので2回分消費です。ああ、行かないか。お、行った行った。ゼロ。お、なんだゼロって。そうか、後ろの残りの攻撃も入ってるからって。ちょっと勘弁して。
そういうことか。テンション貯めないとダメか。全部跳ね返ってくるぞ。あ、来るぞ来るぞ来るぞ。そうか、常にアタカンタついてるのか。じゃあしょうがない。でもまあプラチナキング倒せたからいいです。じゃあこれ、あーできないじゃん。どうしよう。あー先にもうなー。はい、次の対戦やってもしかすると、もしかするかもしれませんね。というのが聖剣好きで、もしかしたらいけるんじゃないかっていうね。なんで身代わりが怖いですよね。まあやってみましょう。まあ聖剣好きをね、今回使うって言ってたんでね。はい、ロケットスタート。暴走兵器。あ、身代わり来ますよね。身代わり来るけど、どうなのって話なんですよ。とりあえずは行ったんじゃないか？こてつはね。お！何もついてない！よかった！これ、アタカンとか他のをついてる可能性がある。とりあえずこの次のターンをしのげば、じゃあいいのかな？ゴッドハンド。でもここでね、もうこっちの攻撃を読んだかのようにね、ザオラルとかいろいろ使われるともうどうしようもないですよね。呪文による攻撃を全部しのぐしかありません。これもしかしたらちょっと見える、いけるかもしれない。ジゴスパーク、これエビオスか何かやってくる。これライドしてたら身の前食らうから、マダンテ、ちょっと待った、ここでマダンテ。でも MP 少ないから死なないと思う。ほらね、よかったよかったよかった。エルビオスの MP は確か少なかったです。ドキドキテンション。テンションが上がった状態でライド外しても先ほどよりはね、高いとは思うんですけどね。聖剣好き。まあ多分このターンで、おそらくプリズニアは落ちるんで、倒せるか落ちるかどっちかで、倒せなかったら落ちますね。どうだ？あ、普通に倒せなかったってパターンか。ライドしとけばよかったってやつね。でもこれやられたんじゃないか、生き返らせられてね。地獄の踊り、これはやばいだろ。ほら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 、来た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 。どうせなら倒してくれ、生き返る前に倒してくれ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、生き返らせる系持ってないかな、もしかしたら。はい、オッケー。ダメージめちゃくちゃ食らいますからね、こっちね。はい、猫ちゃんが健闘したおかげでこのね、裏スライム部隊がね出てこれると。なので晴天の霧、まあ、いつものラウンドゼルじゃなくて、ここがリザオラルか。リザオラル、憑依のポルカのラウンドゼロ、これでいきます。うわー、変えた。どうなる、アンルシアか。アンルシアだったとしても一緒ですね。超行動早いがついてない限りは大丈夫ですね、アンルシアだったら。はい、これでね、限界突破して得するのこっちだけなんでね。あっちはもともと限界突破してるんで4枠なんで。あ、そういえばね、4枠と1枠は同じ技使っても相殺しないってね、今更分かりました。コメントいただいてね、そういえばそうだなと思って、4枠相殺したらね、1枠も4枠も意味ないなと思ってね。はい、今の星売りのサンバはそんな大して強くないけど、この憑依のポルカ使った後は地獄です。はい、そしてリザオラル。でね、ここでラウンド0で終わらせてくれるので、アンルシアが全く攻撃できないっていうね。こういう時のためのラウンド0ですからね。なんで相手も変えられないので、もうごめんなさいなんですけど、ごめんなさいだったらここで晴天の霧だな。なので、で、ここ、わざと晴天の霧。あ、晴天の霧じゃない。星降りのサンバの、ここも星降りのサンバでいきます。お？なんだ？あれ？なんかやった。違うのやっちゃった。星降りのサンバ。よし、これでいこう。
なので2ターン持ちますよね。次の1枠の時に使わなくていいので。これで落ちるんじゃないか？あ、まだいかない。ネネモスタイプがついてるのかな？お、テンション。テンションからまた落ちます。はい、戻ってきました。なのでね、ライドで乗り換えるでしょ？で乗り換えて星降りのサンバ。もしかしたらこれで終わるかもしれない。星降りのサンバ。星降りのサンバ。おっと違う。ここは星降りのサンバでしょ？で、星降りのサンバ。星降りメンバー、完成。はい、もう先ほどね、猫ちゃんがね、もういいとこまで削ってくれてたみたいです。ということでね、勝ちました。はい、ちなみにこのパーティーをコミュニティ対戦でぶつけてみようと思います。おそらくやられます。むっさ強い方いますんで、参加する。この時間だったら当たるんじゃないか？ちょっと休みだったんでね。夜の9時なんですけどね、当たんないですね。まあ、今度やるときに、ツイッターとかで告知するかもしれませんね。もしかしたらね。とりあえずはね、今409人でこんな感じなので、まあ、409ってね、多いとは思うんですけどね。まあ、自分個人でやったときこんなにいなかったので。なのでね、当たったときは、おそらく動画に、させていただくと思うので、勝っても負けても、まあね、楽しくみんなで対戦しようということなのでね、まあそんな感じです。はい、ということで今回はプリズニャン使ってきました。このね、掟破りのまあね、攻撃1278しかないんですよ。ここにね、もうプラス1000欲しいんですよ、実はね。そうしたらもうね、さっきのも楽勝に沈められるんですけど、猫でもね、聖剣好きどのぐらいいくかっていうね、ちょっと自分でやってみたかったパーティーなので、で、豪傑のデアでね、いろいろ底上げはしてるんですよ、実は。この豪傑のデアにダメージ、プラスとかついてるので。で、攻撃力も種で上げて、あとスキルもね、見てわかる通り、攻撃力アップ SP、攻撃力アップ3とね、ドラグホース SP、ここにも攻撃力アップついてるので、こんなんつけてね、ラズバーンが聖剣好き積もってるのでね。そしてね、このラズバーンにもいろいろついてたので、で、青龍ミラクレは HP と MP 自動回復がついているので、まあそんなの取り入れてのこういう感じでした。聖剣好きは2回分使うので AI2 回行動。この2回を1回で消費しちゃいます。そしていきなり倍切ると攻撃力が上がりますね。で、いきなりテンション、時々テンション。これでテンションが上がる可能性が上がります。いきなりテンションなのでね、5は絶対上がりますね。で、超行動早いなので、自分より素早さが速くて超行動早いがついてなければ自分が絶対先に攻撃できますね。で、自動 HP、MP 回復。これはミラクレアのところについてます。で、HP バブル。これは指導についてますね。なので、通常より1ポイント1000高いです。で、寝返り。これはね、寝た時に寝返って相手にダメージ与えられるんですけど、今回は使わなかったです。で、ロケットスタートは、3ターンだけね、敵に与えるダメージが増えるスキルだったと思います。で、4ターン目以降は下がっていくとね、そういう感じだったと思いますね。逆に秘めたる力が、4ターン目以降からね、強くなっていくのがね、まあ、秘めた力、そういう特性もあります。で、暴走兵器。これがね、攻撃力増加なので、まあ、バイキルトみたいなもんですね。これどうなんでしょうかね。いきなりバイキルトで、このバイキルト系が4段階上がるらしくて、いきなりバイキルトが1上がって、暴走兵器が2上がるのかな。で、裸一貫が4上がるのかな。なんかそんな感じだったと思うので、そこに豪傑の出はつけてるので、まあ、さらに2ターン目になれば、バイキルト、暴走兵器ってさらに上がるんじゃないかなとかも思うんですけどね。まあ、多分それで合ってると思います。でね、実は弱点がめちゃくちゃありました。休み、混乱、即死以外はね、ほとんど弱点なので、先手打たれてね、この威圧とかね、ギロギロとかね、ああいうのやられちゃったら、ひとたまりもありません。なので、プリズニャンは完全にネタですね。これを違うのに変えて、このスライムメンバーね、4体ね、これも全部弱点なんですけど、とまたね、これを補うメンバーにしたら、全然使えるような感じだったと思います。ということでね、今回プリズナー4枠使わせていただきました。なのでね、まあ、これもね、だいぶ前にいただいたリクエストだったので、やっと使うことができたのでね。
まあ、どうやって使おう、スバーサメンバーだったら面白くないなと思って、たまたま聖剣好きの話が出てきたので、今後もね聖剣好き混ぜていきたいと思います。防御力虫らしいのでね、だから攻撃力の高いモンスターにね今度つけてやろうかなとかいろいろ思ってます。ということで今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。